どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、リッツ・カールトンヨットコレクションがですね、マリオットボンボイにですね参加を表明いたしましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、リッツ・カールトンヨットコレクションがですね、マリオットボンボイにね参加を表明したということで、いやちょっと待てよと、これ何ですかっていう話ですよね。まずこのね、リッツ・カールトンヨットコレクションっていうのはですね、リッツ・カールトンっていうホテルブランドがありますよね。まあ、こちらのホテルブランドを使ったヨットクルーズサービスっていうのがあるんですよね。まあ、これ自体はですね、結構前に発表がありまして、これすごいなぁなんていうふうにね、まあ思ってたんですけども、まあ、リッツ・カールトンの看板を背負ったね、ヨットクルーズっていうことで、まあ、聞いただけでもですね、ラグジュアリー感すごそうじゃないですか。まあそういった感じで、まあ、結構前に発表があって、ああすごいなぁなんていうふうに思ったんですけども、まあこれ自体はですね、マリオットボンボイがありますよね、ホテルプログラムの。まあこれに参加がしてなかったんで、まあマリオットボンボイポイントを使って利用したりですね、このヨットクルーズを利用したところでマリオットボンボイポイントもね、たまらないサービスっていうふうになっておりましたので、まああんまりですね、気にしてもいなかったんですけども、発表されたのね、結構前なんですよね、2017年とかだったかな。本当にそのぐらい前にね、発表自体はあって、でこのクルーズサービス自体が就航したのもですね、私気にしてなくてですね、まあいつから就航したのか分かんないんですけども、公式サイトをですね日本語にすると、2022年に3つの特注ヨットが最初の航海を提供するっていう風に記載がありますので、始まってたと思うんですけど、まあこの世の中のね状況もありましたので、まあずっと伸びていて2022年からね開始になるみたいなね、まあそういった感じなのかもしれないですね。まあひとまず、まあ2022年からですね、このリッツ・カールトンヨットコレクションっていうのが、まあ本格的にね航海が始まるっていう風になっておりまして、まあこちらね公式サイトね見ていただきたいんですけども、こんな感じになってるんですよ。ちょっとね写真も何枚かあるんですけども、あの詳しいところはですね、ぜひねこれの YouTube、 多分これ公式だと思うんですけども、 YouTube がねありますので、こっちかな、こっちかな、ちょっと上の方にね入れておきますので、まあ、そちらか概要欄からね見ていただければ、こちらのね公式の YouTube もね見ることができるっていう風になっておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいなと思うんですけども、このリッツ・カールトンヨットクルーズっていうのは最大298名のね乗客を受け入れることができて、バルコニー付きのね全室スイートっていう風になっておりまして、5泊からね11泊ぐらいのねクルーズっていう風になっておりまして、まあ、費用がですね、だいたい6000ドルから1万ドルっていった形になっておりまして、まあ日本円で多分70万とか100万超えだと思うんですけども、まあ食事とかねそういったものは全て込みになってるみたいなね、まあそういった感じのサービスになってるんですよね。でこちらはですね、もともと冒頭にもね言ってた通り、マリオットボンボイにね参加してなかったんですよね。ですので、まあ利用してもマリオットボンボイポイントとかたまんないっていうね話を先ほどさせていただきましたけども、これはねなんとマリオットボンボイにね参加を表明したっていう風になりますんで、これからね利用していただくとポイントもたまるし、宿泊実績もねもらえるっていう風になっておりまして、またねステータス特典なんかも利用することができるっていった形になるんですよね。まあもちろんねマリオットボンボイのホテルロイヤリティプログラムのあの特典とかとはねまた違うわけなんですけども、まあこういった感じでですね利用することができるようになるっていうのは発表されたんですよね。いやかなり面白いですよね。でこのねリッツカールトンヨットコレクションを利用していただいて、1ドルあたりですね5マリオットボンボイホテルポイントがね獲得することができるようになっておりまして、でマリオットボンボイポイントがですねかなりねポイント数多いんですけども、クルーズ船のね料金に当てられるようになっておりまして、最初の18万ポイントが1000ドル分、まあ約10万円ですねのクルーズ船の料金に当てられて、その後は9万ポイント区切りで500ドル分のねクルーズ船に、まあ、料金としてね充当できるっていった形になるんですよね。まあこれ計算するとですね、1マリオットボンボイポイントは 0.55 セントで交換できているっていう風になりますんで、あのすごいね夢の話にはなると思うんですけども、すごいマリオットボンボイポイントをずっとね使わないでね貯め続けて、ずっと貯め続けて100万ポイントとかいった時にですね、このクルーズ船にね充当して
利用するみたいなね、まあそういったこともですね、理論上はねできなくはないって言った形になるんですよね。ですんでまあこれもねかなり面白そうですよね。まあ日本でねマリオットボンボポイントねかなり持っている方はねいらっしゃいましたらですね、ぜひねこれ利用してみるのもねいいのかななんていうふうに思いますし、またねマリオットボンボポイントは購入することができますよね。まあかなり高いので普通にクルーズ船乗った方がいいのかもしれないんですけども、まあそういった感じでですね利用することもできるっていった形になるんですよね。でですねステータス特典もね利用することができるということで、ちょっと内容がねよくわかんない部分もあるんですけども、公式サイトにはねこんな感じになってるんですよね。真ん中のねマリオットボンボイプラチナステータスの場合であれば、マリオットボンボイエリートレセプションへのプライベート招待、またですねスイート内ウェルカムギフトの選択、メンバー層によって異なりますって書いてありますね。あと最初無料の最初のイブニングランドリープレス、その後ですねこちらチタンとアンバサダーになりますけれども優先搭乗および出発、あとアンバサダーだけになりますけれども海予約への早期アクセス、あとクルーズ中無料ランドリーということで、まあこういった感じでですねステータス特典も用意されているっていう風になるんですよね。ごめんなさい照明が消えましたちょっと待ってください失礼しました。こんな感じになってるんですよね。まあ実際に体験してみないとですね、まあどんな感じなのかっていうのは、まあちょっとよくわかんないんですけども、一応ね、ステータス特典も用意されているっていった形になるんですよね。でですね、気になるのは、まあいくらぐらいのポイントで、まあこの一番最低のクルーズでね、利用できるかっていう話なんですけども、一応ね、公式サイトに価格表がね、載っておりまして、まああくまでね、私がね、単純に計算しただけなので、まあおそらくね、これにサービス料とか税金とかね、乗っかってくると思いますので、もうちょっとね、必要ポイントがかかるか、もしくはね、追加費用みたいな感じで取られるかもしれないんですけども、まあこちらね、ベネツィアのドゥグログニクっていうところの5泊のツアーだと、こちらね、6232ドルっていうね、クルーズ料金なんですよね。まあ大体こちら70万円ぐらいになるんですよね。で、マリオットボンボイポイントが18万ポイントが1000ドルに交換できるっていった形になりますんで、これを考慮すると、大体117万ポイントあれば、このベネツィアのね、このクルーズ船5泊の利用はねできるっていった形になるんですよね。まああくまで私が簡単に調べた数っていう風になりますんで、まあこれよりねさらにあの税金等々で乗っかかってくると思いますので、もうちょっと必要になるかなっていう風に思うんですけども、まあこういったね夢のある使い方もできるっていった形になるんですよね。まあこれをね日本円で SBJ Amex で決済して、まあいくらでねこの117万ポイントが稼げるかっていう話なんですけども、これ単純に計算すると、SPJ Amex が100円につき3ポイント貯まるっていう風になりますんで、まあ、これを計算しておくとですね、3900万円決済していただくと117万ポイントに、ね、なるっていった形になりますんで、まあ、ずっと決済し続けてですね3900万円、まあ、利用していただければリッツカールトのヨットクルーズ5泊のベネツィアクルーズですね、こちらが、まあ、利用することがね、まあ、一応計算上にはなりますけれどもできるっていった形になるんですよね。まあでもまあここまでね食べるのはねかなり大変かなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこういったサービスもねあるっていうことは一応ね頭入れといていただければなというふうに思います。ということで今回ですねリッツカールトンヨットコレクションがですねマリオットボンボイに参加を表明しましたということで動画解説ねさせていただいたんですけども、リッツカールトンヨットコレクション自体ね知らなかった方もねいらっしゃるかななんていうふうに思いますので、まあ一応ね SPG アメックスが貯まれたポイントはマリオットボンボイポイントということで、一応ねマリオットボンボイポイントの使い道の一つとしてですね頭ね入れといていただければなと思います。非常にね夢のあるサービスですよね。いやーすごい利用したいですけども、117万ポイントとかねかなり夢のポイントですよね。本当にねちょっとまあ一人のね YouTuber としてはちょっとこれねかなり利用したいですよね。ちょっとマリオットボンボイポイントたくさん持っている方ねぜひ行ってみてほしいですよね。どんな感じなのかってこの5泊でいいんでねちょっと体験してみたいですよね。まあ絶対この公式サイト載ってるのが先ほどの5泊でね6232ドルでしたけど、絶対これだけじゃ多分済まないですよね
サービス料と税金でさらに10万ぐらいかかりそうですもんね。まあ、ちょっとこればっかりはね、利用してみないと分かんない部分ではありますけども、まあ、非常にね、面白いサービスだなというふうに思いまして、今回ね、動画にさせていただきました。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルごとについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。